あのお姉ちゃん、でっけえ。ほんとだ。ガオ、食べちゃうぞ。うわあ元気がいいな。何見てんだよ、てめえら。オーガの女は母性が強いと聞く。アル中央にも例外ではなかったということだな。待て、俺は別に子供が好きとかそういうんじゃなくて、単に可愛いと。オーガは子供好きなのね。うるせえ。まあまあ落ち着いて。こんなとこで揉めてたら子供に笑われますよ。お、なんだこの可愛い生き物。いいじゃねえか、ガキはこんくらい生意気でも。お前の緩んだ顔なんか怖いわ。この子供には目上の者との接し方を教えて。こら、暴力はダメだぜ。いつもこんなことをしているのか。まさかそれ。この公園で遊んでた奴らから徴収した。でもあたちが来る前に遊んでた分が払えなかったから全員追い出してやったでち。下水。ダメじゃないか、人から物を奪うなんて。どうしてそんなことを。実はあたち両親に捨てられたでち。いぼじくて、いぼじくて、それで生きるために。目薬見えてるぞ。なんてかわいそうなんだ。信じた。俺がちゃんと育ててやる。俺がママになるんだ。苦しい、邪魔でも俺ら。あたちが一番気にすること。お前の茶飲みにくく出っ張った下っ腹。こんなすっとこぽっこりなエルフに遅れを取るなんて。人間のガキから巻き上げたお菓子で太ったせいでち。この輪郭茶へ元に戻れば。舌や口を大きく動かすことによって顔周りの筋肉を刺激するんです。あとリフトアップマッサージも効果的ですよ。かわいい。モテる女ってのはラブキーすぎて痩せた子もとうとう。出会いてもキラキラ。大人だとしてもやっぱり可愛いな、モチモチだ。もう夏でって、お前より年上でってよ。え、年上。